すごいこの作られた手作りの感じがいいですね。お家中お静かにお願いします。もうね、大人がしてもらいたいね。このチャンネルだって、はい、あ、そっちなんですね、わかりました。もうちょっと今日はね、あ、そっか、3人座ってる。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日も始まりました、つかちゃんの癒しタイムです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はです、ありがとうございます。今日はですね、早速ゲストの方を紹介したいと思います。本日のゲストは、藤枝駅北口で、豚肉料理とワインのお店三枝商店で店長をされています、春木亮介さんです。拍手。どうもこんばんは、はじめまして。自己紹介をお願いします。はい、はい、藤枝の駅前で、豚肉料理とワインのお店三枝商店を営んでおります春木亮介と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そう、ちょっと写真を今日作ってきたんですけど、お店の写真こんな感じなんですけども、とってもこうね、メルヘンチックでね、私初めてね行った時にですね、ケーキ屋さんかなと思うぐらい。そうですか。なんかね、すごいおしゃれな雑貨屋さんかなと思うぐらいなお店だったんですけどね、いいですよね。素晴らしいお店なんですけども、はい、私も2回ぐらい行かせていただきましたが ね、すごい料理が美味しい店なんですけども、このお店の特徴というか売りはどんなものなんですかね。もともと私藤枝の出身でして、で、で藤枝帰ってきて思ったのが、非常に野菜が美味しいんですね。あ、なるほど。で、地元の有機野菜の農家さん何軒かと、うん、まあ、直接野菜を仕入れてまして、うん、その野菜を使ったお料理が特におすすめなのと、はい、あと私自身がですね、うん、北海道で修行してましたので。あ、北海道で修行された。で、北海道の豚肉であったり、あとはラクレットチーズって言いまして、ラクレットチーズ初めて聞きましたね。アルプスの少女ハイジにも出てくるチーズなんですけど、そういうのあるんですか。表面をあったかく溶かして、こう、はい、トロトロになったチーズをパンにはこうじゃがいもですね、にこうかけて食べるチーズなんです。初めて聞いた。だ、それが特に、まあ、女性に人気ですかね。あ、何チーズ、ラクレットチーズ。ラクレットチーズ、はい、ちょっとチェックしておきます、はい、ラクレットチーズ。お野菜がとても美味しいということで。そうですね、野菜美味しいですよ。地元のやっぱ野菜を使ってるってことですね。地元の野菜が、まあ、ほぼほぼ使ってますね。あ、なるほど。30代の山口農園の山口さんと、山口農園、はい、大阪農園の大阪さん、大阪さん、 あとはトマトの河原崎さん、河原崎さんであったり、まあ、そのあたりの野菜使わせていただいてますね。あ、じゃあもう直接提携して仕入れてって感じ。そうですね、直接買いに行ったりもするし、あとは野菜を届けて、週1回届けてくれるんですけども、火曜日と金曜日ですかね。まあ、直接こう農家さんとこう顔が見えるっていうか。そうですね。うーん、まあ、畑に行くといろいろ野菜だけじゃなくて、うん、その人の人柄も見えるので。あ、なるほどね。こう野菜のどうやって作られてるんだろうっていうのが気になりますよね。まあ、それはすごく、うん、なんか野菜の味というか料理の味にもつながってくるところは感じますかね。なるほどね。そんな春樹さんなんですけども、やっぱ小さい頃からやっぱり料理人をこうやっぱ目指して出したってことですかね。もともとですね、はい、うちの父親が非常にこう食べるのが好きで、はい、で、まあ、それこそ店に連れてってもらうと、こうカウンターに座って料理のこう手元を見たりする父親だったんです。料理人嫌ですよね。やっぱやりづらかったと思いますけど、ね。で、母より料理が上手で。あ、ご自身でも作られたってお父さんは。そうです、そうです。はあ、すごいな。なんで、まあ、その父の姿見て育ってるからか、やっぱ自分もすごく食べるの好きですし、で、まあ、作りもしてたんですね。あ、なるほど。で、まあ、本当は料理人というかこういう道に進むつもりはなかったんですけど、うん、あ、そうなんですか。何をやる。もともとライター目指してまして。お、ライターも多分全然違いますね。そうなんですよ。ライターですか。インタビューをしてこう記事に起こすスイッチっていう雑誌があったんですけど。あ、見たことあります。あれが僕すごい好きで。お、こういう仕事、その何かしら作り上げた人をインタビューして、はい、それを記事にできる仕事ってすごい素敵だなと思って。ああ、いいですね。だ、それを目指して、はい、大学卒業した後、はい、勉強したりしたんですけど、はい、一度はその編集の仕事で働いたんですけど。あ、すごいじゃないですか、うん、なんですけど、
まあ本当全然字が書けなくて。字が書けないですか。字が書けないというか文章が。ですね。まあ自分の才能のなさ非常に感じて。でその挫折した時に振り返ってみると、はい、その職が好きっていうのもあったのもあるのか、その編集の中で、大人の週末っていう雑誌の大人の週末聞いたことありますね。ラーメンであったり、うん、そう、 B 級グルメを主に扱ったんですけどね、はいはいはい、そういう料理屋さんの取材をしたりもしましたし、はい、あとずっと自分がアルバイトやってきたのは、まあ、飲食店だったんですよ、うん、蕎麦屋であったり居酒屋であったり、はい、でまあ飲食店やるつもりはないなって思ってたんですけど、うん、その自分が夢破れた時に、はい、ああで ここまでこう食とかかってるならもう心底本気で食とかかってみようかなっていうふうに思ったんですよ。へえ、うん。でそれが26の時ですかね、うん、はい、でそれで、まあ、腹決めて、うん、で飲食の道進むことになりました。へえ、やっぱそこからブレなかったですか、腹決めてっていうか。そうですね、まあやっぱその挫折をしたからか、まあ、その時ってやっぱすごく自信ないわけですよ、まあそうですね、何やってもうまくいかないだろうっていうような状況だったんですけど、うん、もうこれ以上本当他に道ないなっていう、なんですかね、なんか他の退路が断たれたというか、もうこの道で行くしかないっていう思いがやっぱ自分の中にどっかありまして。なるほど。だそれはまあ本当腹、うん、ブレなかったですかね。すごいですね、結構決めてもやっぱブレてしまうか、まあ、自分もそうですけど、やっぱあるんですよ。そこはやっぱ決められたっていうのはすごいですね、本当にね。それでこう料理の道に行くわけですけど、どっかで修行されたと、さっき北海道とか言いましたもんね、はい、うん、そうですね、うん、前職はその北海道が本店のお店だったんですけども、あ、はい、まあ、そこの社長がすごい面白い方で、という社長がですね、もともとその修行、あの飲食の道をやっていこうって腹を決めた時に、はい、うん、ですね、有楽町、うん、帝国ホテルの前にある店で働いたんですね、うん、おお、有楽町、はい、でそこで僕はサービス料って飲食店あるんですけども、うん、食事の料金の 10% 取られたりするんですよ。あ、サービス料、あ、料金とは別にサービス料が加算される。あ、おー、でサービス料って 何をしたらそのサービスになるんだろうっていうのをすごく疑問に思ってたのもありましたし、なるほどなるほど、あとそれでもそのサービスをするっていう仕事、うん、っていうのもすごく興味がありまして、うん、でサービスをするならこの店だっていうところで勧められて、うん、先輩から、で働いたのもそこの店で、で、まあ、やっぱりかっちりした店だったんですよ、うん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 、それこそ平均単価が1万5000円ぐらいするような、結構高いですね、結構高いんですよ。へ、でそこで修行した時に会ったのがその前職の社長だったんですけど、うん、僕はその2年半ぐらい働いた中で、うん、サービスするっていうのは、うん、それこそこう姿勢正してこう、うん、きっちりした格好をして、はいはいはい、で丁寧な言葉使って提供するっていうのがサービスだと思ったんですけども、うん、 そうですね、うん、その社長は手伝いに来た時に、はい、それこそ1万5000円ぐらいする店にもかかわらず、はい、こうお客さんが呼んだ時に、はい、まあ、僕だったらこうスッってなってこう、はいっていく感じになるんですけど、はいはいはい、 そうですね、その社長はですね、はい、こう手振って近づいてるんです満面の笑みで、あ、それ新しいですねサービス料取るんですね、うん、そういうサービスあんのかっていう、まあ、他ももちろんスタッフそういうことやってないし、うん、なんですけど、ただね、お客さんそれで喜んでるんですよね。ああ、逆にそれが受けるというか。そうなんですよ、うん、だからお客さんが望んでることって何なんだろうってやっぱね、その社長に会ってすごく考えさせられたんですけど、そうか、やっぱそのお客さんが求めてるものをやっぱ与えることがすごく大切で、なるほどなるほど、だからそれはサービスを教えてもらった、うん、まあ、なんか生き方を教えてもらった人ですかね。いい出会いですね。いや、いい出会いですね特にそう、お客さんとしては別にこうかっちりしてやってほしいわけじゃなくてね、え、ただこう、まあ、慣れ慣れしいというかフレンドリーというか、その方が接しやすいというかね、そうなんですよね、声も書きやすいし、そうなんです、そうなんです、あ、なんかそうやってやってもらうとなんか自分がこう特別になったような気になりますもんね。うん、あ、そういう接客もそうか、確かにそうですね、腹割って正直になっているというか、うん、まあ、結構ね、そんなの食べたらあなた死にますよとか、どういうこと言うんですか、平気言うんですよ、こっちはこう隣でドキドキしてしまうぐらいなでもなんかそのね、そう、裏のなさというか、言いたいこと言っちゃうところがコメント入ってます。コメント入ってる、あ、としえちゃんありがとうございます。あつかちゃん、先日はありがとうございました。としえちゃんありがとうございました。ごめんなさい、こんな急にしてすみません、すみません。なるほど、そこでこうすごいダイレクト、ダイレクトですね。そう、こんな感じなんですよあ、どっかのレストランで使用したもの入ってますよ。
どっか、はい、有楽町の三枝あじゃないでごめんなさい、あと新たっていうレストランで修行したのと、東京の、はい、あとは前職は北海道の区別町のオーベルジュコムニという店と、あとは今もあるんですバルスノーキーっていうお店と、あとトカチットリアカステロか、でその3店舗を、まあ、前職の社長やったんですけど、ね、まあ、こう転々としながら、やっぱいろんなところでやっぱ修行されたのがやっぱ身につくわけですよね。そうですね、やっぱその店によってスタイルも違いますし、そうですよね、あと自分がや求められていることっていうのも違うので、まあ、それを経験してきたことは、まあ、確実にやっぱ自分の身についてくるんだなっていうのはすごく思いますね。なるほどね、なるほど。そうね、先週確かあのお店にお伺いした時にね、はい、やっぱ働くってね、ことに対して、やっぱ最初疑問があったっておっしゃってましたけども、はい、やっぱこうお金のために働くっていうのはやっぱ、まあ、自分もそうですけどやっぱ理解できなかったってとこ、って言ってましたもんね、そうですね、まあ、学生の頃から、まあ、働くことは当たり前だのようなやっぱ両親であったのもあったし、まあ、何のために勉強するんだろうっていうのも正直よく分かんなくて、でそれはそう社会に出ていくためでだとか言うんですよ、なんかそれも腹に落ちないですね。なるほど、なるほど。で実際自分が働くにあたって、まあ、やっぱずっとそれこそぐる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 してて、でその中で見つけたのがそのインタビュアーになりたいって思いがあったんですけどね。お金のために働くっていうのは僕の中ではやっぱ腑に落ちないところがあって、なるほど、なるほどね。そう、せっかくその自分が時間費やすんであれば、その楽しいことであったり自分が好きなことをやれたらいいなって思いがあったんですよ。でそうですね、まあ、働くっていうのはそうせ何話しましたっけ。いやでもそうですよね、こうやっぱこう人のためにこう尽くすというか自分を生かしてないか、あ、そうですね、自分自身を、そうそうそう、まあ、サービスにもつながるんですけど、自分自身を生かして、そう最大限に生かして相手をこうどう喜ばせるかっていうのは本当サービスだなっていうのを思っていて、やっぱそれも仕事に通ずるところで、自分にできることをまあ最大限に相手に、相手が求めているものにこう合わせるというか、ね、合わせるね、だからそれがまあ仕事なんじゃないかなという。なるほど、まあ、そこがやっぱりね、うまくいったときはやっぱ相手喜んでくれるし、それ嬉しいですよ、こっちも嬉しいし、こっちも嬉しいですしね、だそこにつながっていくような感じがしますね。本当にね、私こうね、先生お話しさせてもらってすごく私この話聞いて感動しましてですね。そうですか。ぜひね、本当ね、まあ、仕事で悩んでる方はですね、ぜひこの三枝商店さんに来てね、まあ、ハリさんと忙しいかもしれないけども、ちょっと話しかけてね、ちょっとお話ししてもらいたいなと、はい、思います。はい。じゃちょっと今後についてもちょっと聞きたいなと思うんですよ。はい、今後はどういう、こうものを目指したいというか、お店をどういうふうにしていきたいというのあります？なんか。もともと三枝商店は、ですね、何かな、マークはないですもんね。あ、マーク、三枝商店 そのマークがあるんですけども、あ、そう、小さいな、ロゴマーク、これ分かるかな、これちょっと小さいか分かんないですよね。どういうマークですかこれ。藤枝は藤の花なので、あ、藤の花、はいはいはい、家紋の下がる藤を使った3本の枝がこう垂れ下がってるロゴマークになってるんですけども、はい、まあ、藤枝の藤にかけたのもありますし、あと藤枝のものを使いたかったんで名前の中に藤か枝を入れたかったんです。あ、なるほど。でそのなんで参加っていうと、店を中心にお客さんと生産者、はいはい、あと自分たちがこう伸びていけるようにっていう思いを込めての三枝にしたんです。散歩よしじゃないですか。散歩よし、そうです。なのでやはりこう地元のものをこう外に出していけるような、まあ、なんですかね、きっかけとなるようなお店にしていきたいって思いはやっぱあるんですよ。はあ、なるほど、なるほど。なので、まあ、ベースとしてはやっぱ地元の野菜であったり、地元の今つながりはないですけどね、例えば畜産物、牛作ってる人もいますし、鳥もいるんですけどね、まあ、そういったものをこう外に出していくきっかけとなる店はまず、まあ、コンセプトとして会社としてあるんですけど、もともとね、はい、次の展開としては、肉の加工、肉の加工、はい、ヨーロッパに行くとシャルキトリーって言いますね。シャルキトリー、はい、まあ、それこそハムが吊るされたり、生ハム吊るされたり、あとハムがこうたくさんあったり、ハムもいろいろ種類あるんですよね。よく見たことありますね、なんかね、でその肉を仕入れて自分のところで加工して、それを家庭でこう買って食べて持って帰る、その惣菜屋のお肉バージョンみたいなのがあるんですね。
だそういうのって、まあ、この辺まずないですし、ないですよね。だまたやれたら、まあ、一つなんか新しいきっかけにはなるのかなと思ってるので、うん、まあそう地元の豚が多分ないんですよね。なるほどね、うん、まあ、その主に加工って豚が多いですから、あ、ベーコンとかハムとか、そうですね、あ、まあ、静岡のものを使って加工して、うん、で食べてもいけるし、うん、あとはもちろんあの販売も持って帰ることもできるようなお店をやっていきたいなって、うん、これそうヨーロッパでその今日主流っていうか当たり前なんです。そうですね、はあ、農家さんがですね豚を必ず飼ってたんですよ、うん、でそれこそ残飯も食べてくれたりもしますし、うん、その豚をあの丸々と肥やして、うん、で秋のうちに加工して、うん、でその豚のラードで爪、ちょっと塩をたくさん塩で味付けて、うん、そのラードで保管して、でそれを食べる、はあ、保存食みたいな、保存食、あ、なるほどね。だ1年それその豚一頭をうまくこう加工して1年の間食べられるような文化があるわけですよ。めっちゃエコですね。エコですね、まあ、でもそうしないと結局冬食べるものがなかったりするのもあるんですけど、寒い時期だから。そうです、そうです、あ、なるほど、まあ、やっぱ生活に根ざしているところがもともとあるんですけど、うん、まあ、そういうのをやってきたら藤田で、すごいですね。 その発信があそこにできるわけですね。そうですね、あ、まあ、ちょっとテンポ変わると思いますけど、あ、そうですね、面白いですね。あとはこうなんかこう提携っていうか他のお店ともこう提携していろんなことやっていきたいっていうことも、あ、思いましたね。もうですね、スペインのサンセバスチャンだったかな、うん、で町があるんですけど、うん、でそこが藤枝市と人口が同じ14万人ぐらいなんですけどね、ミシュラン、格付けある、あ、ミシュラン星あるんですね。でミシュランの星がその14万の都市に11個ぐらい取ってる店があるわけですよ。ものすごいとこですね。でなんでその背景があるかっていうと、まあ、もともとその男性が、うん、ストレス発散のために集まる厨房があるらしくて、ほう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 、で男性がこう井戸端会議みたいな中でこう調理をするって、うん、まあ、男性がもともと調理をするっていう土壌があるのと、うん、あとお店同士で情報を公開し合うんですって、あ、自分の技を、そう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 、でお互いの技術をどんどん上げていって、うん、まあ、それが結果的に、うん、まあ、その食の街というかグルメの街になっているところがあって、だからそれもまたね藤枝の中でこう、うん、レストラン同士、うん、技術提携じゃないですけどこう集まって何かしら、うん、情報共有して、うん、でお互いの技術高めれば、まあ、お客さんにとってもいいですし、そうです、ね、僕らにとってもまた面白いことですし、うん、まあ、そういうことはまたやっていきたいなっていうのも一つですかね。とウィンウィンですもんね。そうですね、ウィンウィンですね、うん、お客さんもいいしお店方もね、うん、いいし、そう思いますね。あ、で藤枝全体をレベルアップしていくっていう。そうですね、うん、藤枝ミシュランの星って今あるんですか。いや多分静岡ないです。あ、そう、東京とかそっちの方。そうです、東京ですね。そうなんだ。あ、じゃこれ、まあ、ゆっくりとは来るのかもしれないですけどね、店田商店に。いやいやいや絶対これはいやいやいや、ちょっと狙いましょうよ、ちょっと。いやいやいや、まあそのね、うん、そう可能性があるんで、まあね、狙ってみたいなと思いますけどね。あれでミシュランっていうのはやっぱサービスとあと食事の料理というか両方ですね。最近、うん、僕読んでないんでわかんないですけど、一時期、うん、トータルだったのが料理だけになったんですよ。ああ、そうなんですか。今ちょっとどうなってるかわかんないです。3、4年前ぐらいはその料理だけの評価っていうことだったと思います。ちょっとこれ不確かですが。そうかそうか。春樹さんはどっちかというとサービスの方なんですかね。料理も僕は両方やりますね。料理もやりますし、まあ、でも料理の方が今メインですかね。あ、なるほどなるほど、うん、そうかそうか。ミシュランかすごいな。そんなお店行ってみたいもんだな。そうですね。まあ本当に、うん、トータルバランスが素晴らしいところは本当たくさんありますからね。何年後かにはじゃあ藤枝に。そうですね、まあ、早いうちに3年以内ぐらいには。お、出ましたね。出ましたね。あのあれですよ、シャルキトリの方ですよね。あ、シャルキトリ。あ、なるほどね。あ、わかりました。なんかあれかと思ったっけ、ミシュランかと思ったっけ。あ、ミシュラン。そうですね。なるほど。あともう一つ聞いたのが、あの農家さんとの提携もやってみたいなって。ああ、うん、そうですね、農家さんの提携は、まあ、正直なところ最近、うん、昔その立ち上げたその店をオープンした3年前ぐらいよく農家さんのところ行って、うん、畑仕事手伝ったり、うん、そう仕分け作業も手伝わせていただいたんですけど、はいはい、まあ、そうすることで農家さんの顔見れるわけですよ。あ、そうですね、うん、で野菜って皆さんスーパーで手に取る野菜ってなかなか作ってる方の顔って見えないと思うんですよ。わかんないですね。
っぱその直接その人と話したり畑を見ることで、うんまあ、どうやってこう作られていくんだろうなっていうのはやっぱ見えるわけです。はい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 、はい、それこそですね、性格も非常にこう野菜にやられるので、性格が野菜にやられる、やられると僕は思ってます、なんていうんですかね、僕が知ってる人はそう、一人の人はもう本当正確に綺麗な野菜を常々こう作っていく人が一人いて、ご繊細な方がいる、そう繊細というか、まあ、丁寧というか職人ですよね、あなるほどなるほど、でもう一人の人は、うん、なんか本当美味しい時は美味しいんですけど美味しくない時は美味しくないんですそういうことがあるんですか、バラつ、まあ、もう世界一周するような人で、うん、したことがあるんですか、豪快な人たちは、まあ、一緒にいてすごく面白いんですけど、はい、そういうなんですかね、はい、バラつきがあるというか、なるほど、それもまた面白いですね、そういうのがこう提携というのもそうですし、うん、お店に来て見えるような形にしていきたいな、うん、結局こういう人たちの野菜を今私たち食べてるんだよっていうストーリーがあると、一皿ってまた美味しくなると思う、それいいですね、例えばお客さんもその人農家さんと会って話すとか、そういう、それもいいですね、それもいいと思いますね、うん、あそういう食事の会はねやってたんですよ、うん、あおその山口さんっていう生産者に、はいはい、旬の会っていうのを3ヶ月に1回やったんですけど、うん、あ結構なペースで、じゃあでついこの間、まあ、最近全然畑に行けてないので、はい、しばらくお休みさせてください、はい、今休んでます、なるほど、そういうのもあるということで、いいですね、やっぱね農家さん作ったものが肌で食べれたらね、そうですね、お客さんも嬉しいし、ね、なるほど、それは本当に思いますね、なるほどね、農家さんもね知りたかったんですよ、そりゃそうでしょうね、気になりますもんね、どういうように食べられてるんだよ、本当に、まあ、山口さんはよく言うんですけど、その食べてくれる人とつながっていたいっていう、まあ、農家さんそう思う人はやっぱいいんじゃないかな、絶対そうですよね、へえ、なるほど、じゃあちょっとじゃあちょっとお店の場所を確認しましょうよ、はい、ね、ありがとうございます、地図作ってきたんで、こちらですね、藤枝駅の北口ですね、北口で真正面に静岡銀行が見えるんですね、でその静岡銀行を右手に見まして、その静岡銀行の道をですね入っていくんですね、入ってすぐの角を左に曲がると左手に見えますんでね、このこのケーキ屋さんみたいなこうロマンチックなお店がありますので ね、こちらを目指してぜひ来てください、はい、予約も大丈夫ですか、ね、もちろん予約受けて、予約してもらっても結構ですね、はい、ぜひお願いします、じゃあとお知らせがあるということで、はい、はい、今昼間にですねお弁当もやってまして、はい、あお弁当もやってます、で最近焼津の市役所に営業に行ったりさせていただいてる、ああもうじゃあ、ま、バリバリ焼津の焼津じゃないです、お弁当で働いてるスタッフが、はいはい、ボランティアというか、はい、ですねちょっと宣伝してくれという話なんで、はい、今度6月18日に行われるこのラブフェスっていうのが静岡で行われるんですけども、うん、はいはい、まあ女性限定です。女性限定だ。で、ですね、パートナーとの関係性をこう良くしたい、うん、パートナーのとの、まあ、間柄に悩んでいる、うん、でそういう方に非常に向いている講演ですね、はい、それがあるそうで、はい、でチケットが5000円するんですけど、うん、その無料券が6枚今三枝商店にあるので、うん、ご要望の方はいらっしゃっていただければ、うん、無料で差し上げます、無料ですか、ぜひ、はい、お女性限定で、女性限定ですね、おスタッフさんに言えばいいわけですね、そうですね、なるほど、はい、あぜひぜひ、分かりました、はい、6月18日です、18日、はい、分かりました、6月18日、もうすぐですね、そうですね、来週ですよね、はい、分かりました、気になってますね、静岡、あ、あ、そうですか、ミルテさんってどこですか、駅北、駅前三丁、ミルテさん聞いたことあるんですけどね、あーはいはいはい、わかりますわかります、うん、あーわかりますわかります、あーそうですか、あーそうですか、藤枝、あこれ違います、これは静岡でやります、はい、これ、まあ、よかったらぜひチケットありますので、じゃあ後で、はい、直接パートナーの関係性がよくなってるんでじゃあ最後に一言、はい、最後に一言いいですか、言い足りないことを言いますか言い足り、急に振られるとちょっと困ってしまいますじゃあでもぜひね、本当に職業相談でもいいですよね、
そうですね、何でもね、いいんで、あのぜひあのこちらの富士駅北口の方にぜひねお越しいただき、はい、北口の方にお越しいただければなと思います。はい、ということで今日のゲストは、富士屋で、肉料理、豚肉料理とワインのお店をされてます店屋商店の春木亮介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。塚本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。しありがとうございました。ミュージシャンの山作戦さんでした。ありがとうございました。それでは18時30分もありました。トモティブなハッピーストライク始まります。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ。さあ今日はスタジオ内のテンションはマックスでございます。キューさんです。それでは紹介しましょう。ゲスト里見キャリオンの皆様です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんみ、こんばんみ、こんばんみ、里見キャリオンです。